こんにちは、藤谷清六の談話室にようこそいらっしゃいました。今日は、山梨県の女性経営者の方々というコーナーです。で、今日お越しいただきましたお客様は、国際建設株式会社、代表取締役会長の佐々木真理子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。佐々木さん、今日はなんかお忙しいところですね。とんでもございません。光栄でございます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。早速ですが、佐々木さんね、国際建設株式会社というのは、これはもう山梨県の人は知らない人はいないと言うのでその女性でね、長いこと、社長をやられて、今は会長さんでいらっしゃいますけどね、でそういう社長になられたきっかけとかですね、それからそれがどういう時代だったか、それから今日まで のこの国際建設株式会社の歩みですか、遠隔をね、それから一番経営で、基本的な経営理念、経営哲学としてね、どういうことを大切にしてきたんだとか、そのようなお話をね、簡単で結構ですけど、ぜひお願いしたいんですけれども、こういう機会を与えていただいてありがとうございます。まず当社の遠隔でございますけれども、名前が国際建設という名前でございまして、大きな名前ですよねそういうふうにおっしゃっていただきまして、東京あたりでも初対面の方に名称を出しいたしますと、名前だけ大きい会社だねって言われましてね、で恐縮しておりますんですけれども、大体県内でもこういう建設業、まだまだ山梨は体質が古いございまして、いわゆる土建屋というふうな雰囲気が多いございますけど、何々組とか、何々そのこういう名刺をつけた何々建設とか、そういうのが多いございますけど、私どもはその佐々木組とかつけなかったわけですが、これは昭和22年、第二次大戦終戦直後、まだ国土がまだ戦火から立ち直っていない頃に、父が中国、北京から引き上げてまいりまして、裸一貫から始めました。そうですか。それでやはり引き上げ者たちが集まって、国土復興の志を持って、で国際建設株式会社という名前にしたわけですね。なるほどね。で結局父が心血を注いで築いてきたので、固有名詞にしたらという時もございましたけど、これは最初 の創業の志を忘れないためにというので、この名前で、今年で創業55年ぐらいになるかと思いますけれども、続けてまいりました。土木建築、それから下水とか管関係、管の管ですね、関係の請負い、施工設計等で始めたというふうに聞いております。やはりカラーが堅実な技術屋集団というふうな感じですね。で総督等の歴史だったわけで、私は個人的なことでおこがましいございますが、弟が早稲田の建築に入ったのが一人おりまして、まさか土建屋を継いで山梨に帰るとは夢を思わなかったんですね。これは方々で言っておりますので今更嫌味でございますけれども、進学いたしましたのもやっぱり引き上げてきて、いろいろ不安な生活でしたし、山梨から逃げ出したい、なんか自分の人生を切り開きたいっていうふうなことで、新生大学の専攻なんて大したことないんですが、専攻したのは東洋史なんです。東洋史、中国史です、勉強しませんでしたけどね。で大学卒業する年に、弟が急逝いたしまして、でやっぱり親とのいきさつ、うちとのいきさつというのは相当こう肩にのしかかったという感じですね。それでも山梨には帰りませんで、ずっと東京で暮らしておりました。他にご兄弟は？いや、おりません。ですから一人っ子になりまして、でも
打ち圧がない、よしは取らないというふうなことでね、で、まあ、東京で、働いて、大した仕事は入れませんでしたけれども、下積みの生活ばっかりで、で、まあ、家庭を持って、私はどっかでも申しましたけど、非常に不器用な人間で、いろんなことをやるということができませんで、オールはナッシングですね。それは決して自慢することだとは思ってないんですけども、家庭にいるときはご想像以上に地味な生活をいたしました。まあ、あまり生活的に楽でもなかったし、つましいその主婦の生活をいたしましたね。で、まあ、いろんな事情で働かざるを得なくなって、子供を抱えて、東京で、高校の教師をしたり出版社に勤めたり、やはり、人生変化する運命でございましょうかね、一つの職場で安穏とできませんで、ここで落ち着こうと思ってると波乱が来る、その職場でいろいろと人事のごたごたがある。これはね、自分で望んだわけではないんですけれどもございましたね。で、出版社に勤めたり、その最中に下の子を亡くしたり、あまり言いたくないことなんですけど、そういうものから逃げるために私を探したりね、いたしましたね。で、まあ、両親とも非常に気の勝った人たちでしたし、帰ってこいというふうな話になったことはあまりございませんでした。で、最後に横浜のミッションスクールの割と名門校でございましてね、母校からの話で教師をして、その時教授に言われましたよ、君はとにかく職を転々とできる身分じゃないのに職を転々としてけしからんと、そんなことしたら最後は小じきになっちゃうと、私もそう思います、今度こそは転々まで勤めろと、私もそう思いますというんで、推薦状を書いていただきましてね、で、それはやっぱり名門校だし、こういう山の上の朝の夕方にチャペルがなるようなね、なかなかの学校で、給料もそう悪くございませんでしたね。それで、その東洋史を、その時に新生大学ですと歴史、哲学、地理、教育、みんなまとめて社会科という免許なんです。ですから、勤めた時のところのその事情によって、いろんなことをさせられました。そうでございます。で、日本史と世界史を教えさせられました。で、大して学力がないのに、帰って子供の飯作りながら夜徹夜で勉強して教えるというふうなことをいたしましてね。で、教師ってね、いい加減だなと自分で思ったんですけども、向こうにしますとそんなことわからないわけで、今どういうわけかは2つぐらい学校変わりましたけど、教え子のお嬢さんたちと付き合いございますけれども、あの時こう言った、ああ言ったって向こうが言うので、あの時私はもう冷や汗流しながら教えたのよという話をするんですけどね。でも、そういう若い方たちと接することができたというのは良かったと思いますし、話があちこち行きますけれども、私はもう最近かなり女性活躍していらっしゃいますけれども、やはり女性で社会、女性が社会で、男性にごして働くというのは、難しい時代だと思っております。まだまだ男性社会です。 100% そうじゃないかなというふうに未だにそう思ってるんですけど、ただそうでございますね、教師はいいですね、割りかしね、不満言うときりはございませんけど、まあまあ定年まで男性と同じようなこの賃金が上がっていき、置いてくれるというふうなことありますし、むしろ逆差別で男性教師の方に大変ご不満があったようで、女性はよく休みを取る、その産休とか育児休暇とか取ってね、俺たちと給料同じなのにけしからんと、でまとまっちゃその男の悪口言ってるというふうなことを言いまして、むしろ特に私立の学校なんか男性の方がご不満があったようですね。そんなような感じでございましたし、あと女性が行きやすいっていうと、まあ公務員ですよね。公務員ね、資格を取りました、資格が受かって、ある程度ステップを乗っていくと、公務員の方は大体家庭と両立して、給与の格差があんまりないのかしら、公務員。ないと思います。公務員はある程度その試験に向かってランクで上がってきます。男女の差はないんじゃないでしょうかね。ですから、
まあ、いろんな問題が我慢すれば、うん、あの定年まで入れて、うん、あの子供も育てることができるというふうなことあるようですけどね、うんうんうん、ですからそこで、まあ、定年までいるだろうと自分も周りも思っておりましたんですけど、うんうんうん、まあ、父があの70ちょっと前でございましたね、うん、ちょっと体調を崩しまして、うんうん、これは自分でもあの自分史を書いたり、うん、いろんなインタビューなんかで申し上げましたけども、うん、よく私は父の夢を見ましたね。横浜におりましてね。あ、で、あの珍しく父が愚痴を言って、うん、で私自身があの今考えれば若かったと思って40になったんですよ。その時に40歳で、お父さんが68ぐらいですね。68歳、はいはいはい、であの私が40になろうとしていた、うん、でその時私は自分の道を切り開いて何かをやろうと思ってやってきたけど、うん、もうこれ以上のことは切り開くことはできないと、これが限界だと、うんうん、であの息子がちょうどやっぱり中学校に進学する時ですね、はいはい、その辺の切れ目 で、うん、で両親、とのそういうやっぱり遠くにいてもこれは親子というのはあの血は水よりも濃いってよく言ったもので、うんうん、あの反発したり、あの向こうにすれば不肖の娘だっていうようなことでしょうけど、うん、やはりこれは切っても切れないものがありましてね、うん、で、あの、まあ、言うに言わないいろんなことがありまして、うん、あの山梨に帰ることにいたしました。これはお父さんの体調ということが一番、自分自身のやっぱり人生に対する見極めというのもありましたし、ご自身のね、はいはいはい、で、あの息子の今後の問題とかで、ね、いろいろございましたし、一つの、まあ、切りけじめというようなものを感じた。そうでございますね。そうですね、うんうん、で、あのやはりあのちょっとそんなこといろいろと雑誌に書かれたり、うん、あの私が社長になってまだ間もない頃ですけど、うんうんうん、書かれましたけど、うん、やはりそれは私の人生にとって大きな転機でしたね、うん、山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。